我が名はアルマ、カナンの地を守りし者。今、悪しき者がこの地に眠る箱の力を呼び覚まそうとしている。選ばれし者よ、我が最後の希望を託す。共に誓い、ここに転生の儀式を完成させるのだ。さあ、誓いの言葉に己の意志で応えるがいい。アルマの名においてあなたは何になる？その言葉聞き届けた仲間が襲われるとき、あなたはどうする？賢い選択をしたようだ。では、一つ才能を与えられるとすれば、何を望む？あなたは正義のために戦い、友情のために戦い、そして地下このような姿で生まれるが構わぬか？闇夜に輝く刃、影のごとく振りかざす。伝説の宝物を見つけよう。魔術の力、見てみたい？豪華で全てを焼き尽くす。支援なら私に任せて。自然の恵みは全ての命に。仲間を傷つける奴は絶対に許さない。俺に挑戦する愚か者がいるようだな。この命が果てるまで悪を裁き、民を守る。これぞ我が騎士道。どうしたの、イーシャ？お、姉様、なんだか風がざわめいた気がして。風が？気にしないで続けて。私、姉様の笛が大好きだから。ありがとう。あら、あれは。エレシア人よ。死んでいるの？まだ少し息をしているわ。私は村に戻ってみんなを呼んでくる。イーシャはここで見守っていて。深い眠りの中、あなたは女神が創造した夢によって未来を知ることとなる。さあ、運命に選ばれし者よ。赤髪の冒険家と共に夢の果てに赴き、黒き力の後継者を打ち倒すのだ。箱はもうすぐ暴走するかもしれない。さあ、行こう。バーチャルパッドをスライドして前に進みましょう。
まま進もう。必ずエルンストを阻止するんだ。白雲だ。おらおら、ほう、アルマが見出した使いか。千年もの時が過ぎ去っても未だその意志が残るとは。やめるんだエルンスト。だがもう何もかも手遅れだ。神の力を超越したこの私にはあのアルマでさえかなうまい。箱の力は人間が制御できるようなものじゃない。箱が暴走すればこのカナン諸島も無事では済まないんだぞ。さあ凡人よ、自らの愚行を恥じ対価を支払うがよい。ひざまずけ。アギハラクラクラ、震え上がれ。ハクザ、ほら、アギハラ。口ほどにもない。アルマに選ばれし者がこの程度か。時間の無駄だ。消え去るがいい。遠くない未来、あなたはエルンストと出会うことになる。その前に力を蓄えておく必要があるでしょう。カナンの地の未来はあなたに託されているのです。よかった、目が覚めたんですね。夢の中で来る。俺はレダ族の長を務めるオードだ。彼女に感謝するがよい。砂浜でお主を見つけて傷を手当てしたのだ。怪我は大丈夫そうですね。でも何日かはゆっくり休養する必要がありますよ。完治したら早速ここを出て行ってもらうぞ。あのすみません、私のおじさまは悪い人ではないのです。ただ最近エレシアの方々とあまり関係が良くなくて。あ、疲れていますよね。まずはここでゆっくり休んでいってください。おやすみなさい。さあ、ここから冒険が始まります。新しい装備を獲得。どうやら怪我は完治したみたいだな。うん、レダ族のあの女の子に感謝しなくちゃ。自分たちを助けたせいであの族長に怒られてしまったみたいだし。そうだな、しっかりお礼を言っておかないと。気をつけろ、ブロンズ級のホワイトシーラムだ。ハクザ、くらえ。ほら、新しいカードを獲得しました。ソウルカードはここか。新しく獲得したソウルカードをタップしてください。ソウルカードを装備しましょう。ソウルカード装備完了。クエストを続けましょう。赤い髪のエレシア人、すぐに姉様に教えなきゃ。驚かせてしまったかな。あれ、精霊碑が光った。アルマ様、どうか私たちに導きを。
10年が過ぎた今、このカナンの地で何が起こるというの？アルマさん、ごめんなさい。アドルさん、冒険者さん、後から事情は必ずお伝えします。これから巫女として大事な使命がありますので。オルハはゼーメの心境に霊力を注ぐため、一人で東の森へと向かっていった。オルハのあの様子、レダ族にとって何か危険なことが起ころうとしているのかもしれない。森には魔獣の群れもいる。彼女一人で行かせるのは心配だな。魔獣もそうだが、オルハがつぶやいていた最悪という言葉も気になるな。とにかく真相を確かめないと。おら、白座、おら、なぎ払う。いた、近づかないで。私がすぐに追い払うから急いで逃げて。白座、くらえ、なぎ払う。受けてみろ。大丈夫か？誰だ？待て、イーシャが傷ついたらどうする？おじさま、彼らはイーシャを救ってくれたのです。先ほどの魔獣などレダ族の戦士であればたやすい相手だ。それと不用意に村の者に近づくのは要せ。余計な争いごとの火種を持ち込むことになる。すみません、おじさまが言っていることは気にしないでください。ああ、族長の誤解は一時的なものだと思うから、そこまで気にしないで。いつかきっとエレシア人がみんな悪い人ではないと分かってくれる日が来るよ。そうだ、大事なことを忘れていました。私、今から精霊碑がある場所まで行かないといけないんです。それなら僕たちも一緒に行くよ。アルマ様、光の導きが我らレダ族の迷いを拭い去らんことを。アルマ様のお告げはまだぼんやりとしたままです。もう一つの精霊碑がある場所、風見の丘にも行く必要があります。ですが、あの地域に生息する魔獣はとても危険で。大丈夫、アドルはエレシア各地でとんでもない敵を相手に戦ってきた最強の剣士なんだ。アドルさん、そんなにも強いんですか？からかうのはよしてくれ。確かに剣でいろいろな敵と戦ってきたけど、僕は冒険家としてこの世界を旅してるんだから。あなたはオルハ、アドルと共にクアテラ樹海を西へと進んでいった。この先は獰猛な魔獣が徘徊している。オルハ様、レダ族の巫女であるあなたを行かせるわけにはいかないのです。クバルさん、お願いします。風見の丘に行き、アルマ様のお告げを聞く必要があるんです。オルハ様、ご両親の身に何があったかあなたも覚えていらっしゃるはず。それはもちろん。レダ族の戦士クバルにより風見の丘へと続く道が閉ざされてしまった。オルハ、大丈夫かい？顔色が悪いようだけど、もしかしてさっきの両親の話？私の母は先代の巫女だったんです。私が一生をかけても追いつけないほどのとても優秀な。その母と父は
10年前にこの地で起きた災厄によって命を落としました。そして未熟な私が新たな巫女として後を継ぐことになったんです。ここをタップして会話をし、父さんがエレシア人の町で笛を買ってきてくれたの。見て、綺麗でしょ。落ち込んでばかりなのに、なんとお礼を言えばいいのか。はい、少しは良くなりました。この笛、あの風見の丘へ向かう方法見つかったかもしれません。今日は食べ物を持っていないの。マク、平気？毛を少しだけちょうだい。安心して、痛みはないから。これからレダ族に伝わる秘術で、相手からピッカードの姿に見えてしまう術を施します。これで魔獣とクバルさんを避けて風見の丘へ行くことができるはずです。この術の効果はしばらく。このピッカードたち、動きが妙だ。ピッカードは魔獣に襲われることもあります。この姿でも魔獣には近づきすぎないように気をつけてください。術の効果が。すみません、私の術ではこのくらいの長さが精一杯なんです。アドルさん、もしこの先も秘術の力が必要でしたら、このレーフをお持ちください。それとこのレーフがあればピッカードの言葉も理解できるようになりますよ。新しいカードを獲得しました。ソウルカードはここから確認できます。シルバー級以上の敵だな。注意しよう。受けてみろ。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。白だ。なんとか倒せましたね。強敵に挑んで君の実力を証明するんだ。称号を見に行きましょう。称号をランクアップさせましょう。条件達成。この条件も達成しましたね。称号をランクアップさせるとまた強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。アルマ様、どうかレダ族の行く末に希望の光を。よかった、心境が示す場所は。待て、
すごい、シルバー級の魔獣を倒すなんて。赤髪のエレシア人よ、誰が我々の聖地に来ることを許可したのだ。この方たちにそのようなことをおっしゃらないでください。彼らのおかげでここまでたどり着くことができたのです。オルガ、忘れたのか。遥か昔、アルマがどのようにこの世を去ったか、誰のせいでお主の両親が亡くなったのか。エレシアを恨んではいけない。彼らもアルマの民なのだから。母もアルマ様も同じ言葉を残したのです。オルハは王都の反対を押し切ると、アドルたちを連れて風見の丘から去っていった。レダ族の皆さん、アルマ様が私たちに導きを与えてくださいました。ゼーメの心境をご覧ください。なんだ、祈りの泉で何かが起こったのか。わかりません。ですが、もしかして。まさかはぐれ竜が戻ってきたのか。怖いわ、またレダ族の犠牲が出てしまうんじゃ。とにかく外にいる村人に避難するよう呼びかけよう。スキルシステムが解放され、戦闘の前にスキルをレベルアップさせましょう。レベルアップさせるスキルを、ここをタップして新しいスキルを獲得しました。今すぐ試しましょう。どうしたの？今村の外はとても危険なんだ。早く村に戻らないと。姉様、何かあったの？何があったんだ？その、私、姉様を探さなくちゃ。あれ、どこへ行ってしまったのだろう。そこで何をぼーっとしておる。もしはぐれ竜が来たら戦えるのか。イーシャが見当たらない。さっきイーシャに触れた時、恐ろしい光景が頭の中に浮かんだんだ。それで気づいたらイーシャは見当たらなくなっていて。村にもいなかった。もしお主の言葉が本当なら、すぐにレダ族の戦士たちを差し向けねばならん。スキルを使用して元素シールドを獲得できます。族長たちが出かけていったようだけど、何かあったのか。もしかしてイーシャははぐれ竜の出現を予知していたのか。アルマの末裔、レダ族の巫女か。いずれにせよ、あの子一人で危険な場所、魔獣の群れに遭遇する危険性はあるが、やるしかないな。何が起きたんだ。赤髪の冒険か。へい、今だ。くら、受けてみろ。しっかり、大丈夫ですか。やはり俺の力ではかなわんのか。なぎはら熱風剣。この魔獣たちを仕留めなければ村が、あの時の悲劇を繰り返すわけには。オード族長、ここは僕たちに任せてください。ダメだ、お主らだけでは勝てん。
ごわいぞ。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。白空弾受けてみろ。白空弾、ほらほら今だ。熱風剣。大丈夫、これぐらい平気。よかった。この前はごめんなさい。私勘違いしてたみたい。アドル、イーシャを助けてくれたこと、レダ族の王者として礼を言わせてくれ。それとお主らへのこれまでの態度、すまなかった。はぐれ竜の殻はとても硬い。とどめを刺すにはエメル原石で作られたエメラスの武器が必要となる。例えばオルハが放った矢の矢尻がそうだ。ここに我がレダ族に伝わるエメラスの剣がある。これをお主らに託そう。